皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。ララとレスナ最高だろっていうところからチラッとスタートするんですけれども、今回のレツレリは9月19日のアップデの内容確認というところと、なんとなんとなんと1周年直前というところで、ついにガチャ無料10連が引けちゃうよっていうところ、しかも毎日っていうところ、やばい情報がめちゃくちゃあったのでみんなと確認していこうと思います。よろしくお願いいたします。最初に言わせてほしい、交流機能マジで神。それではよろしくお願いいたします。やっぱり最初はこの情報からでしょう。追記というところで、毎日ステップ1の10回が無料、1周年記念特別ガチャ開催予定というふうになっています。これステップ1から4までのステップアップガチャとなっており、開催期間中は毎日10連が無料で引けちゃうっていうところになってるんですよ。ステップ4では星3キャラまたは SSR メモリア確定の1回ガチャが実行可能っていう風になってます。これまだ情報ここまでしか出てないんですけれども、どこまでのキャラクターが対象となるかですよね。まあおそらく今向上しているキャラクターまでという範囲になるのか、もしかしたら大盤振る舞いで水着とかまでガッと全部キャラクターを入れて、そこまでの SSR メモリアも手に入るようになっちゃうよっていうところまでやったら超大盤振る舞いだと思います。今もう交換に入ってないんですけれども、またの約束ももしかしたら入るのかなーって期待してみたんですけど、おそらく工場内で今追加されてるキャラクターっていうところで落ち着くんじゃないかと思ってます。これは正直期待だよね。毎日ステップ110連とかやばすぎるでしょ。23日から30日までなので70連ぐらい引けるって考えていいのかな。これ一番楽しみにしてます。まあ、私最近ガチャ運ないけどな、ここで爆発してほしいなと思う。こちらが9月19日のお知らせメンテナンス終了というところになっています。ここで一度文章で確認した後に詳細を説明していこうと思います。メインストーリー中のバトルの難易度設定変更ができるようになったというところを書いてあります。オプション画面からメインストーリー難易度を変更することができます。通常、優しい、すごく優しいの3段階です。SNS とかよく見てたら、ストーリーめっちゃ読みたいのに敵が強すぎて勝てないっていう方もやっぱりいらっしゃったので、自分の実力に応じて選べるっていうのは良いと思います。特にストーリー進めないと第何章の武器とか防具とか装飾品っていうところが調合できなかったりっていうところもありますので、やっぱりこの機能はレスレリプレイヤーのいろんなニーズを満たせるっていうところでいいアップデートだなと思いました。続いて、ホーム画面設定機能の追加。ストーリーの進行などで解放される一部のシーンをホーム画面として自由に設定できる機能を追加しましたという風になっています。レスレリの初期から多くのプレイヤーが望んでいたホーム設定画面を好きに変えたいっていう思いが届いたというところで、このアップデはマジでありがとうっていう風に思っています。やっぱりね、あのシーンを設定したいっていう場面多かったですからね。ホーム画面右側から選択することができまして、ストーリー進行に合わせたホーム画面を選ぶこともでき、上昇からなんと最新章まで選ぶことができます。そしてこのメモリアルシーンというところなんですけれども、私の場合ララっていう風になってると思いますが、こちらは交流画面で第5話までクリアした場合の特別な映像が見れるという風になっています。ララ好きな人がもっと増えてほしいということで、冒頭で少しだけお見せしましたが、ララとレツナの関係めちゃくちゃ良かったので、ぜひ皆さん交流で見てみてほしいなと思います。続けて、交流機能の追加。噂しておりましたね、お迎えした一部のキャラのストーリーが楽しめる交流機能を追加しました。交流解放に必要な新アイテム UI の鍵を追加した。交流可能なキャラはアップデート追加予定ですという風になっています。ショートカット機能画面にも交流が追加されていることがわかります。お迎えしているキャラとのストーリーを楽しめ、UI の鍵が必要ですという風になっていまして、 UI の鍵はウィークリーミッションで手に入れることができます。一つ開けた後もう一度ウィークリーをクリアすることで、例えば今回で言うと覚醒レスナとララ両方を解放することができるという風になっています。最大で4個まで持てるようになるみたいです。3話ではストーリー中、左上のカメラボタンでフォトモードも起動でき、フォトが撮れちゃうよというところになっています。これもめちゃくちゃいいですよね。第1話とか第4話とかでもいろんな選択肢を選べるんですが、4割限り自分が選んだ選択肢に応じてエンディングが変わるというふうなものになっています。正しい選択肢を選んだ場合は第5話が選べるようになってます。でその5話でメモリアルシーンが見れるよというところになっております。しかもホーム設定もできるよというところになっています。
私はもうね、迷いなくララ様を選択しました。気になる方、ぜひ皆様交流見てみてください。いろんな選択肢選べるし、レスナ視点のララっていう感じのお話が進んでいきます。気になる方、ララゲットしてみてね。続いてグローボードのパネルが追加された。グローボード 15-16 はストーリー17章ガイデンでクリアで解放。そして超宝玉も追加されたというところと、パネルの解放を進めるとキャラのレベル上限が90まで解放されるよということで、レベル上限解放されたっていう意味合いですね。前職の攻力はドロップする攻力クエストも期間限定で追加されたよということで、10月1日まで残り10日ぐらいあります。これもめちゃくちゃいいアプデです。そして育成クエストの回収、各難易度のクエスト表示をリスト形式に変わったというところと、難易度丸の形式に変更いたしましたっていうところになっています。まあ、かなり見やすくなった印象です。超宝玉は各クエストの難易度6または前職の攻力クエスト難易度1をクリアすると手に入るようになっています。今 100% 期間中なんですけれども、思った以上にドロップはしづらいという風になっていますので、この 100% 期間中にできる限り集めておくっていうところをおすすめしたいと思います。もちろんコール集めてね、研究を進めるっていうのも重要ですし、こっちを進めるのも重要ですっていうことで、スタミナの切りどころはみんなの育成度合いに応じて決めればいいと思います。そしてこれ前職クエストが来てるってことなんですけれども、こちらでもさっき言ったように超宝玉取れます。でこちらは見てください、赤、青、黄色、緑、紫というところが全色手に入るようになっていますので、足りない部分を単発で集めるもよし、一気に全部集めるもよしっていう風になっています。これはねかなりいいなと思いますが、期間限定ですので気をつけてください。続いてレベル90上限についての話です。ウェイトの関係上いろいろなところで話題に上がっていますが、私は水着バレリアめちゃくちゃ愛用していますという話はまあ置いておいて、ボードでまず90まで上げようとすると、こちら超宝玉が15個使うという風になっています。結構回してもこれぐらいしか集まらなかったっていうところはありますが、でレベル上限についてなんですけれども、だいたいこのぐらい90に使うのに飴が必要だという風に思ってください。レベル80時のステータスと次は比べていきたいと思います。まずレベル80のステータスを見てください。まあ、大体魔鋼1187というところになってると思います。この状態、装備とメモリアは同じです。レベル90にすると大体110ぐらい魔鋼でも変化があるというふうに思っていただけたらと思います。結構ステータス変わりますよね。やっぱ90にするとその分攻略も楽になるし、ダメージも出しやすくなるっていうところで、上限解放いいと思います。飴の所持数によっては95人作るの難しいよって方もいらっしゃると思いますが、時間はいっぱいあるのでゆっくりゆっくり育成をしていけばいいと思います。そしてフォトモードで使用できるモーションを以下のキャラに追加いたしましたということで、レスナから始まり、ダーッと下まで行くとメルルまでついているようになっています。まあおそらくこれに関してなんですけれども、どん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 モーションは各キャラごと追加されているっていう風に思っていただければ良いと思います。実際にマリーで見てみようと思いますが、このようにモーション1から4だった場面にモーション5が新しく追加されているようになります。ちなみにマリーはこんな感じです。チンって感じになって、ちょっと髪がブル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 って震えるところはあるんですけど、まあこれは気にしないでと思うんですが、ちょっと髪が浮いてるなまあこの辺ところはまたモーション回収とかがね、もしかしたら入るかもしれないですね。でもこんな感じで各キャラクターモーション後が見れるようになってますので、ぜひ皆さん確認をしてみてください。そしてショートカット回収というところで、先ほど交流のことはお話をしたんですが、変換も新しくショートカットに入っているというところになります。やっぱねショートカットあるとすぐ飛べるんで短縮できるから嬉しいよね。続いて修正した不具合一覧というところのお知らせも来ています。まあこれに関してなんですけれども、一部キャラのタグの表示不具合とか、アイコン表示、特定の画面でのアイコン表示というところで、まあ覚醒レスナと覚醒バレリアについて、またはデイリーパスの課金購入処理の不具合、装備が反映されない不具合、リザルト画面のポップアップ表示不具合等々が書いてあります。それこそヨハナのスキル2のスキルランプ点灯不具合っていうのもあったそうです。俺これヨハナ使ってるけど出会ったことないんで全然気づかなかったですね。そしてプリセット名で氷サポートを含む名前が使用できないって言われることがある。
これも気づかなかったな。やっぱり皆さん気づくのすごいなと思います。もっと詳しい不具合状況については、こちら確認している不具合というところで一覧でバーッと流れていますので、皆さんこちらは後で見ていただけたらと思います。調合のポップアップについてなんですけれども、このように合計が8以上の場合にポップアップが出るっていうところになってるんですが、これが今まで出なかったよというところになっています。このように8以上できた場合にはポップアップが自然と出るように修正がされました。これで見逃すことがなくなるので嬉しいです。アプデ内容を確認しましたが、いかがでしたでしょうか。正直今回のアプデ、めちゃくちゃいいアップデートだと私は思ってます。何より交流機能がね、めちゃくちゃ良かったんですよ。もうほんと交流のためにキャラクターをゲットするっていうのはマジでありだと思いますので、ぜひ皆さん検討してみてください。詳しくもっと交流見たい方はぜひみんなの目で確かめてくれ。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。